んにちは、獣医師の稲垣です。今回はワンちゃんの避妊手術についてお話ししたいと思います。ワンちゃんの避妊手術についてもですね、診察室でよくやった方がいいのかどうか相談されるのですが、三井家動物病院では繁殖を希望していない飼い主様には避妊手術をお勧めしています。その理由はですね、その後のワンちゃんの病気の予防と発情によるストレスの軽減だったりとか、あとは発情出血によるトラブルを軽減させるためです。だいたいですね、9歳とか10歳ぐらいになって小さな乳腺腫瘍が見つかったり、元気食欲がなくなって陰部から膿が出てきて子宮蓄膿症が見つかったりするケースが多いです。子宮蓄膿症は子宮に膿が溜まってしまう病気で、全身にバイ菌が回ってしまうと命に関わる病態になってしまうので、その日に緊急手術になるケースがほとんどです。乳腺腫瘍はですね、ワンちゃんの場合は 50% が悪性です。乳腺がんになってしまうと肺にも転移しやすいので、手遅れになる前に検査をして腫瘍の摘出を行っています。そういった手術になった時に、初めて小さな時に避妊手術をしていればよかったと後悔される飼い主様がほとんどですので、そういった悲しいことにならないためにも避妊手術をおすすめしています。乳腺腫瘍はですね、初回発情が来る前か2回目の発情が来る前に避妊手術をすると 90% 以上予防できると言われていますので、早め早めに避妊手術をおすすめします。また発情によるストレスも軽減できます。ワンちゃんの発情は年に1から2回で10日間ほど続きます。発情中は食欲がなくなったり、様子が落ち着かなかったり、軟便になったりする子もいます。普段よりも神経質になったりだとか、ストレスを感じやすくなる子もいますので、避妊手術を行うことでこういった発情によるストレスを減らすこともできます。ワンちゃんでは発情期の前の8日間に出血が見られます。出血量には個体差がありますので、8日以上発情している子もいるかもしれません。床や部屋が汚れてしまうこともあるので、おもつを使ってあげると良いですね。避妊手術はいつすればよいかですが、ワンちゃんは生後半年から1年くらいで初めての発情期を迎え妊娠できる体になります。当院では6ヶ月で避妊手術を行っています。避妊手術では子宮と卵巣の両方を摘出します。半年くらいになったら避妊手術を考えましょう。手術は完全予約制です。必ず事前に診察を受けてから獣医師と一緒に予約が取れればと思います。手術のリスクについてですけれども、避妊手術は全身麻酔をかけて行います。どんなに若くて健康な子であっても 100% 安全な麻酔というのはありません。事前にね、検査をしてから異常がなかったとしても不慮の事故が起きる可能性はあります。そういったことがないように最善の注意を払って手術を行っていますが、そういったリスクも踏まえた上で納得して決断していただければと思います。またですね、避妊手術を受けると、繁殖に使っていた分のエネルギーが不良になってしまうので、代謝が落ちてですね、体重がすごく増えやすくなります。避妊手術を受けたら肥満になってしまわないようにしっかりと体重をコントロールしましょう。手術前の準備ですけれども、手術の前日は夜の8時までに食事を済ませていただくようにお願いしています。夜ご飯を食べたら当日の朝は絶食です。夜間のお水は大丈夫ですけれども、朝起きたらお水のお皿も下げてしまって、当日は水も食べ物も口にしない状態で病院に来院していただいています。何か物を、ね、口にしていると麻酔をかけた時に食べ物や水が逆流して気管に入ってしまう危険性があるので、絶食絶水をお願いしています。ちょっとかわいそうかもしれないですけれども、麻酔のリスクを下げるためですので、よろしくお願いします。入院手術後ですけれども、避妊手術は1泊入院が必要です。問題なければ次の日に退院です。退院後は1週間で手術の部分の確認のため再診をお願いしています。1週間は激しい運動やシャンプーは避けていただき、傷口も舐めないようにお洋服を着たりエリザベスカラーをしてもらっています。避妊手術に関してはですね、いろいろな考え方がありますので、どれが正解、必ずこれが正解ですよということはないんですけれども、獣医さんと相談してね、納得した選択肢を選ばれるのが良いかと思います。
無事避妊手術も終わりました。今はねこういう風に術後服を着ています。病院でね作った術後服です。お腹のところを舐めないようにね、こんな感じでねこう手術したところが自分で舐めれないようになってます。よいしょ。でうんちとかおしっこもこのままできるようになってるので、こんな感じですね。うんちとおしっこもこのままの状態でできるようになってます。よく頑張ってくれました。偉かったね。じゃあ今日は一泊します。おはよう。今日帰れるよ。かわいいね。